前回の講義ではリストの種類、リストユニバースというものについての話をしました。このリストユニバースにはオーディエンス、見込み客、そして購入者という3つの異なるタイプのリストが存在します。そしてその中でも購入者リスト、あなたは購入者リストと正しい関係を構築していくことによって、ここから何度でも売上を上げて、あなたのビジネスを大きく拡大していくことができる、そういった話をしました。そして今日の講義では実際にこれからあなたにリストを作っていただきます。そのためのリストの作り方、これについてこれからお話をしていきます。ではじゃあリストをどうやって作っていくのか、そのリストのね作り方、はい、これをじゃあもう一回ですねまとめますね。まずは数より質です。リストを数集めればいいという考えはもう終わってます。違います。どれだけ濃いリストを集めることができるのかです。リストというのは関係性の構築なんですね。で、あなたがそのリストの人たち、あなたの見込み客の人たちが求めているものを正しく提供することができれば、その人はあなたの大ファンになります。質の高いリストです。そういったリストの人たちはあなたが送るメールは毎回開きます。そしてあなたが送ったところに、そこについているリンクは毎回クリックしてくれます。そういった質の高いリストを集めていくということがとても大事で、いわゆるオプトインアフィリエイトと呼ばれているやり方、これはもう今限界が来ていて、でオプトインアフィリエイトだと質のいいリストというのが集まらなくなっています。これは紹介してオプトインのページにそのアクセスを送る側にも問題があるし、オプトインでメールアドレスを取ろうとする人たちのリードマグネットと LP の作り方にも大きな問題があります。欠陥があります。欠陥だらけです。だから質の高いリストが集まりません。そうするとそういった形でじゃあ1000とか2000とかたくさんリストを集めたところで商品が売れないわけです。で、じゃあここでお金をかけてるとします。お金をかけてリストを取って、そこで売り上げがなかなか上がらなかったら、これは非常に苦しいわけです。で、広告のリストの世界においてもこういった問題というのは今起きています。だからあなたがリストを集めるためにはどうやったら質の高いリストを集めることができるか、これを考えないといけないわけです。で、商品がないという人、今商品を持ってないという人、じゃあ商品を作ってからリストを集めた方がいいのか、違います。先にリストを集めるということが大事です。リストファーストです。まずは商品を作る前にリストを先に集めて、そして集まったリストに対してそことコミュニケーションを取ることによって、そのリストの人たちが何を求めているのかということをここで知っていく作業をしていきます。で、ここで価値提供していくことによって、最終的にこのリストの人たちが求めているオファーを作ってオファーをすること、これです。商品がなかったとしても先にリストを集めることというのは可能なんです。そのためにはリードマグネット、良いリードマグネットを作る必要があるんですね。はい、良いリードマグネットを作らないといけないんですよ。で、良いリードマグネットを作るためにはリサーチが大事です。リサーチはいろいろな方法でやることができます。
例えばあなたがすでに少ないリストを持っているからあるいはあなたがシードローンチをやって質の高いリストを最初に少し集めてでそのリストの人たちとしっかりとコミュニケーションをとってここでその人たちが求めているものを知ることができればローンチをやっていくことによってその人もその人が何を求めているのかということを知ることができるわけですね。それによって悩みが分かります。ウォンツが分かります。ニーズが分かるわけです。そしてそういったものをもとにリードマグネットを作ります。良いリードマグネットというのは良いオファーである必要です。オファーです。無料だろうが有料だろうがオファー、オファー。無料だから、有料だから。もちろん有料のオファーというのはあなたの最高の価値を提供することが有料のオファーですけど、リードマグネットもオファーなんです。だから良いオファーというのはその人の人生の悩みを解決してそして解決してくれるものではないといけません。トランスフォーメーション、あなたの見込み客の人にあなたはどう人生を変えてあげたいのか、何の悩みを解決してそしてどの場所に連れて行っていきたいのか、それがこのリードマグネットには含まれている必要があるわけです。そしてじゃあこのリサーチをしていく、さっきねじゃあその見込み客と会話をしていくっていうね方法、あとアンケートを取っていくこともできます。アンケートを取って実際にじゃあどんなことに悩んでますかっていうことを聞いて、でそこで悩みを集めることによってそれをもとに良いリードマグネットを作ることができるわけです。じゃあリサーチするときにもしあなたが自分のリストを持ってないのであれば競合がどんなものを商品として販売しているのか、どんなものが売れているのか、そういったものを見ることによってリードマグネットのヒントを得ることができるはずです。で、じゃあリードマグネットを作って LP を作りますね。 LP を作るときにコピー、良いコピーを書かないといけないわけです。じゃあコピーライターが必要なのか、コピーライターって雇わないとダメなんだ、私文章書くのが苦手なんです、コピーライターが必要なんですか、こういうことを言う人がいます。これはコピーライターはあなたが良いリードマグネット、あなたが良い LP を作る上で必ずしも必要じゃないんです。あなたに必要なのは良い文章を書くよりももっと大事なことがあります。それはあなたの見込み客の人が使っている言葉、言語のパターンを知るということ。その人たちが使っている言葉、言語のパターンを知ることによって、そのあなたの見込み客の人たちが使っている言葉で話をしないといけません。そして彼らが何を求めているのか、何を求めているのかが大事です。Wants。何が欲しいのか。もしあなたがそれを知ることができていれば、コピーライターは不要です。コピーライターなんかいりません。大事なのはリサーチをすること。そしてあなたの身近にいるリストの人とコミュニケーションを取ることによってその見込み客が求めているものを知ることです。それを入れていくことによって良いリードマグネットのコピーを作ることができます。つまり良い LP を作ることができるわけです。で、人によっては今リストが冷えちゃってますっていう人もいると思います。ずっと前にリストを集めたんだけどそこに対して何もメッセージを送ってなかった、だからリストが冷たくなってます、あんまり反応がないです、そういう人もいると思います。こういった人はリストを温めていくことができます。あなたのリストが冷たくなってたとしてもそのリストを温めていくということは可能なんですね。それをやるためには価値提供です。価値提供、そのリストの人に対してもしあなたがしばらくメールを送ってないのであれば、ああちょっとここのとこ最近ね忙しくてメールを送る時間がなかった、いろいろ引っ越しとか家庭のこととかいろんな事情があってメールを送ることができなかったんですけど、これからもっとあなたのような人を助けるために新しくこのメルマガでその活動して情報発信をしていくことにしました。でそこで今回ですね、私が特別にこのあなたが登録してくれた時の PDF をもとにビデオ講座を作りました。そのビデオ講座こちらから見ることができますね。こちら見てくださいという形でここでじゃあそのサプライズでプレゼントを出してあげて、
そうすることによってあなたの冷えた関係値が温かくなるんですよね。そのしばらくじゃあ年々ね連絡取ってなかったね友達とかがいて、ああの人なんか気になってるからなんかまた恋人になりたいなみたいなふうにもしあなたが思ったとして、いきなりですね食事に行こうみたいなねことをやっても何この人みたいになるわけですよね。だからその前にまず温めないといけないわけですよ。ウォームアップしないといけないわけです。同じです。あなたのリストもあなたの友達あなたの恋人と同じなんです。何かサプライズでプレゼントしたけど、あなんかこの間なんかの、肉をね買って、でその肉なんか食べきれないから送るよとか、なんか送るから教えてとか、なんかプレゼントあげるとかね、そうやってやることによって疎遠だった人との関係性っていうのがまた温まるわけですよね。同じです。リストは人だから、あなたがあなたの周りの人あなたの友人とどういうふうに接するのか、これをそのまま応用していくことによってあなたはリストに対してアプローチを取っていくやり方というところの、それをより理解することができます。でそういった形でサプライズプレゼントをやることによってリストを温める。さらにじゃあそのサプライズをした後にこれから新しい企画を始めます、今私が有料でやってるセミナー内容を今度無料で3回やりますので、こちら有料のものを無料で提供しますからぜひこれ見てください。でこっちに、それに登録できるメールフォームを用意したんでこっちから登録してくださいって形で、そこでまたその人がそこでメールアドレスを入れて LP であなたが新しく用意したリードマグネットですね、無料講座、そこにその人がメールアドレスを入力してそこに登録をすることによってまたここでホットなリストになるわけです。だから冷えたリスト、古いリストであったとしてももう一度再度この新しいリードマグネットを作って新しい LP を作ってそこにメールアドレスを入れてもらうことによって再びホットにすることができるわけです。それを繰り返していくことによって長期間にわたってそこから収益を生み出すことができる。最初の時はあなたの商品を買わなかった人、最初にあなたがリストを集めた時はずっとあなたの商品を買わなかった人が、そういった形であなたが何度も何度もアプローチを取って関係性を構築して近づいていくということを繰り返していくことによって、やがてその人が必要なタイミングであなたの商品を買ってくれることになる、買ってくれる時が来るわけです。これはもう私のケースで何度も起きてますし、私が教えている生徒のケースでも何度も起きてます。大事なのはリストとの関係性をしっかりと構築していくということです。そしてオーディです。良いリストを作るためには今のマーケティングにおいては良いオーディエンスを作る必要があります。オーディエンスというのはリストユニバースの一番外側の円ですね。まだあなたのリストには登録していないけどあなたの良いコンテンツを知ってる人、その人たちを作っておく必要がある。さっきの話にも出ますね。じゃああなたがギター弾きで渋谷のね、スクランブル交差点のところの広場でギターを弾いてるとしますね。そしたらここでやっぱり良いプレイをしないと人はあなたのことを覚えてくれないわけですよ。そうですよね。そのギターのプレイがもうなんかすごいひどいもんだったら何この人をやってんのみたいな風に白い目で見られるわけじゃないですか。でもすっごい上手いなと、もう感動した、すごい疲れてる時にこの毎日帰る時にこのギターの音楽が聴いてるとすごく癒される。これはオーディエンスに対して良いコンテンツを提供しているということだから、その人はまだリストとして登録してないけどあなたのことを気にかけてくれてる人なんです。こういう人たちを増やしていくことっていうのは今の現代マーケティングにおいてとっても大事です。だから良いオーディエンスを作っていくためにはあなたは良いコンテンツを発信し続けないといけない。良いコンテンツを発信し続けることによって良いオーディエンスを囲い込むことができます。そうすることによってどこかであなたが素敵な良いリードマグネットをオファーしたときにその人があなたのファンになる最初の一歩、最初のメールアドレスリストをあなたのところに登録をしてくれるわけです。これがリストを作るためのステップ。この今日私がお話しした内容があなたが覚えるべきリストの教科書です。
もしあなたが今日このね、私の講義した内容、これをしっかりと理解して、そしてあなたの資産となるリストを作る、そのための一歩を踏み出すことができれば、あなたはこれから素晴らしいオンラインビジネスを作っていくことができます。大事なのは最初の一歩をいつ踏み出すかです。とても大事です。例えばあなたがあなたの家の庭に、自分のね、うちの一軒家の家を持っていて、そのうちの庭にね、10メートルの樫の木が私の庭に育てたらすごい素敵だなというふうに思うとしますね。じゃあその10メートルの樫の木を作るために、一番最初にその種を植えるタイミングで一番ベストなタイミングはいつなのか。それは10年前。一番は10年前ですよね。タイムマシンに乗って10年前に戻って、そこで種を植えることができれば、今日その10メートルの樫の木を自分の庭の目の前に見ることができるわけですよ。じゃあ2番目のその樫の木をあなたの庭に育てるタイミング、2番目のベストのタイミングはいつなのか。それは今日です。今日あなたが種を植えることによって、その種は10年後に大きな木に成長します。リストビューディングは1日でできるものではありません。もしあなたが今日から正しいステップでリストを構築していけば、1年後、2年後、5年後、10年後、あなたは大きなビジネスをこのリストから作ることができるはずです。ですので、あなたのビジネスを作っていくための最初のリストの構築、それを今日から始めていきましょう。今日の講義いかがだったでしょうか。今日あなたが得た学び、どんな学びを得たか、そして今日得た学びをこれからどのようにあなたのリスト構築に生かしていきたいか、ぜひこの下のコメント欄にコメントをしてください。全3回にわたって行ってきたこのリストの教科書、今日でこの3回の講義は終了です。そしてこのオンラインビジネス入門講座ということで、この教科書シリーズ、これはですね、また次のシリーズがあります。次の教科書については、あなたが登録しているメールアドレスに近日お知らせをお送りします。ぜひそちらのメールを確認して、次の教科書も楽しみにしてください。それではまた次回お会いしましょう。